みゆく秋、郷土の貴重な文化財や史跡を訪ねてみましょう。ここ玉野川のほとり上皇寺には、室町時代の仏殿をはじめ徳川義直公の廟があり、唐門昇降殿など江戸時代の絢爛さを忍ばせます。春日井市密造院にある恩賀な室町時代の多宝塔、岡崎市の郊外滝山寺の雄大な山門、本堂、天下一二を争う古いものです。豊川市三明寺の三重の塔、瀬戸市深川神社にある当祖春慶の作といわれる狛犬、渥美郡田原町の渡辺崋山の自画像やその遺書、画質とも二君に就こうべからず、名古屋城の蛇行猫の図、竹林群子の図など、加納定信一門の筆になる襖絵、熱田神宮の武額面、蒔絵の手箱、尾州長船の名刀、稲沢町国分寺の釈迦如来像、満徳寺の法華経を入れる経筒と経箱、関戸家の国宝病の草子、息の臭い女、歯の揺らぐ男、小舌のある男、鎌倉時代地獄寺の南大門と仁王尊、これらの貴重な郷土の文化財を一堂に集めた総合文化財展が10月18日から文化会館美術館で開かれることになっています。